ロバート・ドリスデールは、アメリカ合衆国の男性柔術家、総合格闘家、ユタ州プロボ出身、ドリスデール柔術所属、ブラジリアン柔術黒帯、ゲンレガシー FC ライトヘビー級王者、ロバート・ドライスデール、ホベルチ・ドリスダーレとも表記される、ブラジリアン柔術界を代表する選手の一人、99kg 以下級で世界トップクラスのグラップラー、 2008年、世界柔術選手権プルーマ級で2年連続王者となったミシェル・ニコリーニと結婚した。アメリカ人の父とブラジル人の母の間に生まれる。6歳の時にブラジルに移住し、数年後ラスベガスに戻る。16歳の時に柔術を始め、ノバウニオンのスティーブ・ダ・シルバに支持する。2000年に再びブラジルへ。ブラサでトレーニングを積み、2004年に レオナルド・ビエーラより黒帯ーーを授与されている。2005年7月、世界柔術選手権の黒帯ーーペサード級で優勝。2007年5月、アブダビ・コンバットに出場。99kg 未満級で3位に入賞。無差別級では、決勝でマルセロガッシアに一本勝ちし、優勝を果たした。2008年、総合格闘技の練習のため、エクストリームクー,トアー席・トゥアに移籍。 またザ・アルティメット・ファイター・チーム・ノゲーラ・ VS ・チーム・ミアではアシスタントコーチを務めた。2009年9月26日、アブダビ・コンバット2009のスーパーファイトでホナウド・ジャガレーと対戦し、ポイント0から2で敗北した。2014年7月6日、UFC 初参戦となったザ・アルティメット・ファイター19フィナーレでキース・ベリッシュと対戦し、 リアネーキドチョークで一本勝ち。試合後の薬物検査でテストステロンの陽性反応が検出されたため、ネバダ州アスレチックコミッションの裁定で試合結果がノーコンテストに変更され UFC からリリースされた。ありがとうございます。